人が未知の何かを求めて限界を超えたくなるのはどんな時なのだろう。子供は周りの世界に興味を持ち経験を得ていくが、徐々に好奇心を失っていく。だが例外も。探検家、真理を探す者、人類の行く末を決めるのはこういった先駆者たちだ。他の奴らはここまでだ。あんな山を登る物好きはいない。失われた都市はあそこね。大変な登山になるぞ。後には引けないわ。分かってる。あなたも残った方がいいわよ。冗談だろ。ちょっとだ。最高の眺めだぞ、ラナ。捕まれ。ありがとう。ほら見て。すごいな。だが山頂から落ちてくる雪は悪い兆候だ。この道は山頂まで続いてる。頂上からは谷全体がよく見えそうね。よし、無理せずに行こう。すごい風だな。とにかく進まなくちゃ。もし何も見つからなくても、君はお父さんの誇りだ。ありがとう。でも今回はいい予感がする。足が滑っただけ。平気よ。賭けなのは分かってるわ。でもあの案内人はこの山で遺跡を見たって言ってた。まあ失われた都市を隠すとしたら、俺でもこういう寂れた場所を選ぶだろうな。トリニティに先を越されてたらまずい。嵐が近づいてる。もってあと 2,3 時間だ。それで十分よ。もうすぐ頂上だわ。
どう思う？上には何かある。私には分かる。近づいてる。あと少しよ。分かった、上まで行こう。足元はしっかりしてるが、壁の近くを歩いた方がいい。分かった、ここからは登るみたいね。落ちてくる氷に注意しろよ。オッケー、準備はいい？ああ。氷だらけだ。ゆっくり落ち着いて進みましょう。とにかく離れないでね。危ない。まずい。危なかったな。
人生において最も残酷なのは人の一生があまりに短いことだ。年を重ね衰え、やがて死ぬ。だが後に残すものは何だ？泣き殻？それだけ？魂はどうだ？我々の地上での存在をも超越するか。私はそう信じている。多くの神話や物語の中にこそ真理がある。科学では解き明かせない、より深遠なるもの、永遠の命を解明する鍵となるものだ。私はそのパズルのピースを見つけたかもしれない。だが探しているのは私だけではない。私の後を追い、私の行動を監視する集団、正体は分かっている。トリニティ、人類の未来を操ろうと企む古代から続く過激な宗派だ。家族のためにも慎重に事を進めなければならない。ララやアナにもしものことがあったら、私は一生自分を許せないだろう。ごめんなさい。ここで何してるの？またくだらない記事書かれてたわね。一人じゃ辛いかと思った。腹が立つわ。つけられてない？つけられる？まさか。どうしたの？墓の場所が分かった。本当？嘘でしょ？預言者の神話は本当よ。パパは正しかった。ララ、お父さんは病気だった。違うわ。大発見まであと少しのところだった。不死の魂は確かに存在する。リチャードを愛してた。結婚してもいいと思ってたわ。でも彼は廃人になった。あなたにはそうなってほしくない。でもアナ、パパは正しかったのよ。他のみんなが間違っていたの。墓はシリアにある。シリア？ダメよララ、ダメ。どうかしてる。いい加減目を覚まして家に帰るのよ。帰れないのは知ってるはずよ。その執着心のせいでお父さんは。見えたのよ、何かが。何なのかはうまく説明できないけど、パパの気持ちが今なら理解できるわ。全部おとぎ話よ、バカみたい。そんな道をたどってはダメ。行き着く先はわかるでしょ。今の私にはこれしかないの。預言者の墓を見つけるわ、アナ。これから紛争地帯に入るぞ。こっちで会ってるんだろうな。もう近いわ。少し先の谷間にオアシスがあるはずよ。時間の無駄だろう。この辺は何もない。いいから運転して。はいはい。何かのおかしい。ああ、あれは地獄の民家。誰かに話したの？金をくれたんだぞ。なんてやつ。